お世話になります。トライジャのボスです。いつも応援ありがとうございます。今日は先日、お見せしてたあの、オレンジのバガーの、位置合わせをしてもらってます。車両に綺麗にグラフィックを描こうと思った時に、パーツパーツではわからないんで綺麗に合わすように一度仮組みをします。それで、位置をきっちりと合わせて細かくですね合わせていってで、塗り上げるようにしてもらってます。こんな感じ。外観ねすごく手間がかかりますけどここを抜くとダメになるんですね。大概これみんな一回バラしたものをすぐ塗装屋さんに渡して塗装屋さんの方で形を作ってるようにするんですが、それをしちゃうと絶対合わなくなってくるんですよ。から一応ちゃんと仮組みをして、でこの R であったりここの合わせね、このところを全部合わせて段取りをしてます。こんな感じかな。これでこの間からインスタグラムとかに、の方にはちょっと写真をいろいろ上げてるんですけど、どのデザイン画にするかっていう形で、見てください。あとちょっと映ります。よいしょ、パサパサパサ、ちょっと待ってね。インスタグラム、私のインスタグラム、よかったらインスタグラム登録してください。そこによいしょ、こんな感じでデザイン画を載せてます。こうした方がいいかな、こうした方が分かりそう、動かないよねこれね。こんな感じで、こんな感じでどの柄にしようかっていうのを載せてます。ほら前もね、一回一回こうやってね全部ねデザインが描くんですよね。こんな感じかな。まあこれがどうできるか楽しみにしておいてください。いつも応援ありがとうございます。